1日18時間とか勉強してたんですけど、結果的に受からなかったので、切り替えて次の戦いに勝てるように一度挑戦することを決意しました。コーラ味のラムネで、あやばい、飛んでる飛んでる、崩れてきたんですよ。フルマラソン走った後にセンター9割取れるのか。人生を長い目で見た時のビジョンが全然ないんですよね、僕。はい、テクニック入ってる。いや、僕60じゃないだって。僕自身何も取り柄がない大学生だけど、その自分の貢献的な努力で、そのなんていうんですかね、チャンネルを伸ばしていくっていうストーリーを見せていきたいなと思うので、その時に就活で言えるのは YouTube しかないなと思って、でも僕欲しいよ。そういう行動してるんだから、僕はわざわざ成長してる。で、今日結果が返ってきたんですけども、落ちました。はい。将来はこう、はい、どういう人間になっていきたいですか？僕の将来の夢は社会に対してインパクトを与え続けれる表現者、うんうん、時価総額でいうと5兆円ぐらいで、そこを超えたいというふうに思ってます。僕はですね、動画で就活する、もっと言うと YouTube で就職活動をするっていう流れを当たり前にしていきたいんですよね。就活 YouTuber として圧倒的な1位を誇るっていうところが今、あなたたちが何に悩んでるか分かんないでしょ。はい、固定枠をして休学して会社やってるわけ。はい、そういうの一番楽しいよな。そうですよ、すごい楽しいです。確かにタイアップの時は企画書とか作らないといけなくて言ってたけど、こういう時に作ってるんですよ。まあね、なんかその金沢の田舎の芋っぽさやっていくのかなみたいな疑問が、なんかそろそろ変換した方がいいんじゃないかなと。金沢大学の3年生で、僕は今、YouTube に動画をアップしています。そういう人たちを知らずに、就活を始めて、就活を終えていくっていうのが、もったいないなって思って、僕の今の現在さんに1万5000円なんですよ。いいことを挑戦することがすごい苦手で、いろんなことにすごい中途半端で、なんか泣かないようにしてたのに涙が出てくる。仕事とかビジネスを経験している同世代の人たちがいっぱいいて、自分の力のなさをすごく感じたんです。あいつ YouTuber らしいよみたいなことはよく言われてます。でもね、アポゼロってね、さ、えみたいな、うちら騙されてたのみたいな。はい、4日目でした。なんか女性の気持ち考えてないよね、そのって感じ。はい、次はですね、自分一人でできないけど、瞬間やりだったら、もっと新しい、もっと大きい、もっと面白いことができるなら、ぶっちゃけ金とかニッチだからこそできるインパクトみたいな、まあね、分かる。就活っていう場所でね、はい、どんなインパクトを残すかみたいなあるよね、はい、あと結局若い世代が、それはめちゃめちゃある、意欲が高くなって、友達が高くなれば、なるほどやっぱ日本が良くなると思ってて、いや、そこは強いよ。いくら、はい、アニメも今月3500万、おお、はい、やってることとやってみたい世界観が違いすぎて、はい、夜中涙がスーッとだいぶ追い込まれてるやん。動画で生活するっていうのを当たり前にしていきたいなっていう。7時からの企画会議なんですけども、みんなシルさんみたいになってきてるんで、目が夏場に決まった。今期は1億2000万円の売り上げを見込む社長です。で、めっちゃ頑張った結果、1年ぐらい付き合ってた人に Tinder で浮気をされて振られるという。浮気相手がそのプロボクサーの人だったんです。世の中に優秀な学生の方とか優秀な方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも一方でやっぱ勇気のある方ってすごい少ないと思う。何か勇気を持って行動に移していただけたら嬉しいなっていうふうに思ってますし、自分もそうあり続けたいなと思ってます。